ただきます。すごい、すごくないこれ、おしゃれなカクテルみたいだよね、うんうん、はあ、おいしい、めっちゃおいしい、夏だね、うん、こちらをいただきます。チーズがゴロって入ってるのがいいよね、うんうん、贅沢じゃない、うん、こんなに、そうそうそう、すごい、これ絶対おいしいでしょ、うん、フォーク入れただけでわかるしっとり感ね、うん、うまっ、もう梅雨入りしちゃったらしいよ。そうなん、なんか全然晴れてるけど、うん、梅雨入りしちゃったから、これが終わったら夏ですよ、うん、夏したいことは何かありますか。夏ね、うん、ない、何ある、屋形船に乗りたいの。屋形船、屋形船、乗ったことある。ない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 、ないよね、あれ一回でいいから乗ってみたくって、うんうん、まあ、確かにね、浮いてるのはよく見かける。まあ確かに、うん、浮いてる、うん、海の上に浮いてるのはよく見かける。あそこから花火を見てみたい、うん、絶対楽しいと思う。ぽいね、それでしょ、うん、でしょ、うん、東京の夏って感じ。しかも、うん、でもな、うん、船でしょ、船だよ、うん、ちょっと酔いそうだからな。あ、船酔いするのか、うん、うん、そうね、船酔いするのに屋形船は花火どころじゃなさそうだよね、うん、沖で見た方がいいよね多分、うん、沖じゃないわ、丘です、丘、丘がいいねやっぱりね。そうね、丘だね、やっぱりマンゴー食べ放題じゃない。マンゴー食べ放題、うん、夏といったらマンゴー食べ放題でしょ。夢ですな。マンゴーといったら沖縄、沖縄といったら宮古島、宮古島といったらどこでもマンゴー、もうすごかった、うん、だからマンゴー食べ放題。そうそう、去年マンゴー食べに行ったわけじゃないんだけど、うん、去年宮古島に旅行に行ったら、うん、とにかくマンゴーが美味しくって、うん、まあ、特に夏だったから、うん、7月8月ぐらいに行って、うん、多分一番マンゴーが美味しい季節に行ったんだよねあれ、うん、もう直売所でもマンゴー、うん、なんならスーパーでもなんかマンゴー売ってる、うん、だからスーパーとかで買って、うんうん、なんかちょっと料理ができますみたいな感じの部屋だったから、うんうん、包丁とかまな板とか簡単な料理ができそうな感じのものは揃ってて、うんうん、だからマンゴー買ってきて、うん、剥いて食べるっていう、うん、もうそれが至福だよね。でもね、超甘くて美味しいんだよね。美味しかった。もう黄色いマンゴーじゃなくて、うん、表面が緑色なのに中が黄色いっていう、なんだっけそれ、あれめちゃくちゃ美味しかった。そう、また食べたいな。あれはね、行かないと食べれないよね。行って食べるのとスーパーで買えばいいじゃん問題はあるんだけど。こっちのってこと？うん、うんうんうん、まあ確かに交通費とか考えるとってことでしょ。そう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 、そう、それはあるんだけど、まあ、朝も昼も晩もマンゴーって、いやちょっとダメだ、それだとマンゴー星人になっちゃうからマンゴーは朝ごはんをマンゴー、うん、おやつをマンゴー、うん、3時のおやつもマンゴー。え、最初のおやつ何時なの。え、10時でしょ。あ、10時もおやつあんの。え、朝マンゴー食べるでしょ、うん、10時に。え、朝7時に食べるとするじゃん、うん、10時にマンゴー、うんうんうん、3時にマンゴー、うん、で夜のデザートもマンゴー。やばくないそれ。1日、うん、2、3時間おきにマンゴー食べてることになんないですか。いやもうそのくらい食べれるか。まあ食べれる、全然食べれる、食べれる、確かに食べれるけど。全然食べれる。でもまあ他にもいろいろ美味しいものあるからね。うん、宮古そばも美味しかったし、うん、あとサーターアンダーギーとかも美味しかったし、うん、そんなに島自体が大きくないから、うん、車でぐるぐる回って、うん、いろんなもの食べれてめちゃくちゃ楽しかった、うんうんうん、いやまた行きたいね、行きたい。宮古そばもいいな。宮古そば食べ比べマンゴー、うん、宮古旅行再び。いやでも夏めちゃくちゃ暑いけど、夏に行かないとマンゴー食べれないから美味しいの、うん、夏に行かないとだね。そうそう、夏にしたいことはマンゴー食べ放題で。マンゴー食べ放題か。いやちょっと考えるわ、もうちょっと。ごちそうさまでした。